エンド DDA40X は GM エンドがユニオンパシフィック鉄道向けに製造した電気式ディーゼル機関車である。2組のディーゼルエンジン、発電機と2組の4道軸台車を持つ。機関の2機合計出力である6600馬力は歴代のディーゼル機関車史上最大級である。 1969年6月から1971年9月にかけて47両が製造され、6900から6946号機として導入された。ユニオンパシフィック鉄道が導入した8道軸の2、エンジン機関車としては DD35 と DD35A に次ぐ3形式目に当たる。DDA40X の最初の1両である6900は、 ユタ州プロモントリーサミットで開催された最初の大陸横断鉄道の全通100周年祝賀会に間に合うように製造された。そのため、アップでは本形式を先手にあると呼んだ。DDA40X はそれまでに製造されたディーゼル機関車の中で最も全長が長く98フィート5インチもあった。大枠の長さはエンドの工場の製造能力を超えた。 長さとなったため、ジョン・モア社という外部の会社に製造を委託した。社服いっぱいの前頭部ボンネットは、カウルユニットタイプの FP45 のものである。そのデザインは、今日のフードユニットタイプの全機関車に採用されている、カナディアンコンフォートキャブに極めて近い。形式名の X は、実験的なという意味を持ち、次世代機関車の開発に向けた試作的要素も備えていた。 落成当初には発電ブレーキの試験に使用されたほか、数々の試験が行われた。本形式で試験がなされたモジュラー式の電子、制御装置は、後のダッシュにシリーズで採用されている。中には、踏切近くで圧縮空気を使用した警笛を鳴らす等の失敗に終わった試験もあった。6936号。2000年に踏切事故で損傷する前日の撮影。 6936号がアップにより、胴体保存されているほか、12両が生体保存されている。ありがとうございます。